こんにちは、オッケー先生です。今回は速度の単位換算、毎分から毎秒、時速から分速など、楽々変換できるようになります。今回の問題はこちら。まず、問いから。分速120メートルは秒速何メートルですか ?OK 書いて、上に120メートル毎分。 と何メートル毎秒と書くどっちが右でも左でもいい。で斜め線の下の単位をそのまま下に書く。でこっちは1分1分で 120m 進む。こちらは1秒1秒で何メートルか進むってこと。これで OK が埋まった。 横のルールを確認。横は単位が揃う。斜め線の上同士、単位が同じになる。同じだね。ところが、下の単位、分と秒で揃わない。今回は秒に揃えてみよう。1分を単位換算して60秒。これで、 上も下も単位が揃った。OK、完成。右下と何メートル毎秒を手で隠して。残った数字が縦に並んでる。縦は割る。120÷60 で2。何メートル毎秒が2メートル毎秒と分かる。答え。 秒速二メートル。問い二。時速九十キロメートルは。分速何メートルですか。オッケー書いて。上に。何メートル毎分。と。九十キロメートル毎時。と書く。で。斜め線の下。の単位をそのまま下に書く。こちらは。一分。 こちらは1時間。横のルールを確認。横は単位が揃う。斜め線の上同士、単位が同じになる。でも、メートルとキロメートルで揃ってない。メートルに合わせようか。90キロメートルは9万メートル。下の単位も、分と時間で揃ってない。 分に揃えてみよう。1時間を単位換算して60分これで上も下も単位が揃った OK 完成右下と何メートル毎分を手で隠して残った数字が斜めに並んでる斜めはかける。 右下が一でないので、逆に割ると書く。九万かける一。割る六十。60で千五百。何メートル毎分が。千五百メートル毎分とわかる。答え。分速千五百メートル。といさん。秒速三十メートルは。 時速何キロメートルですか ?OK 書いて上に何 km 毎時と 30m 毎秒と書くで斜め線の下の単位をそのまま下に書くこちらは1時間こちらは1秒横のルールを確認横は単位が揃う 斜め線の上同士単位が同じになるでもキロメートルとメートルで揃ってない今回はキロメートルに合わせてみよう 30m は 0.03km 下の単位も時間と秒で揃ってない秒に揃えてみよう1時間を単位換算して 秒これで上も下も単位が揃った OK 完成右下と何キロメートル毎時を手で隠して残った数字が斜めに並んでる斜めはかける 0.03×3600 で108何キロメートル毎時が 108キロメートル毎時とわかる。答え時速108キロメートル。はい、これで速度の単位換算おしまい。毎分から毎秒毎秒から毎時へと自由に変えられるようになったね。あとはどんどん使ってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。